ソウルイコールオスゴールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。オスゴールコースゴールの浜のサーファーたちランドの森の中、マレンヌ地方に属し、大西洋に面している。流れが変わる前のかつてのアデゥール川である、ブルレ川とブディゴー川が流れ込む。隣接するコミューン、セニョスとカップブルトンと共に、ブルレ港を共有している。サーフィンが、 盛んに行われているリゾート地である。毎年9月下旬、世界中の名だたるサーファーたちがオスゴールのサーフィンエリアで行われるサーフィン、世界選手権の一つ、クイックシルバープロフランスに参戦する。フランスサーフィン連盟も本部をオスゴールに置いている。毎年8月上旬にはオスゴールの美しいゴルフ場でグランプリでランドゴルフ選手権が開催されている。 オスゴール湖は海水の湖である。湖は最長で2200メートルの長方形の形をしており、南北の長さは200メートルである。この湖はかつてのアドゥール川川口の名残である。潮の緩満によって湖はほぼ空になったり、その後水で満たされたりする。湖には柿養殖の設備が置かれている。湖は 運河を設けることによって海と再び繋がっている。オスゴール湖は別荘や庭園、公園に囲まれている。その周囲のビーチは夏の海水浴場として監視がされている。湖の南東部にはオスゴール三角形を提供する数カ所のレストランがある。ソルツとはソルド修道院のソードに語源が近い。これはガス購入ニでソーダー、またはソードルとなり、 込み上げるという意味になる。ソートンという地名は、源がある場所、おそらくは、牧草地を意味する。また、同じく、ガス購入後語源としている、地名ソウルとも比較される。ルネキュザックは、ガス購入語の語源を好む。これは、ラテン語のフォッサ、そしてガージトムからなる、ホスゴルジュから派生したとする。参照元、陰性。ありがとうございます。